中学2年生英語です。プログラム5の1教科書ですね。まあ、中間テストまだの学校は結構範囲になったりするところ、ね、もう終わっちゃったところはね、範囲にならなかったりしたところということなので、まあ、今日は改めてね、今までちょっとやらなかった、あえてやらなかった教科書5の1、はい、ここのところをね、見てみようかなということになりました。はい、ここでの話題何でしょうっていうとですね、例文としては I know how to play tennis のようにですね、主語動詞まず I know 来てますよね。でその後いわゆる目的語が来るところ、目的語っていうのは何々をとか何々ににあたる言葉ですね。はい、ですから私は何かを知っているわけなんですが、その何々をにあたるような、目的語にあたるようなところですね。ここの部分に、はい、How to なんちゃらっていうことでね、疑問詞プラス to、 そして to プラス動詞の原型、疑問詞プラス不定詞ですね、疑問詞プラス不定詞の形がやってきているものを紹介していきます。で、この5の1に関してはですね、もう how to しかないんですね。疑問詞ですから、実は他に例えば、ファットですとか、ね、ウィッチですとか、はい、where ですとかっていう疑問詞ありますよね。ですから、what to とか、which to とか、where to とかっていう使い方もあるんですが、今日のところはこの how to しかないよということなんだね。じゃあこの how to でどのような意味で取っていこうかということなんですが、基本的には疑問詞の意味したらいいかぐらいな感じですね。疑問詞の意味したらいいか、つまり例えばですね、 how を紹介しておきながら what to だったら何をしたらいいか、何を to いかしたらいいか、でどれをしたらいいか、どこでしたらいいか、はい、で how っていうのはどのようにという意味がありますので、どのようにと言いかしたらいいかということなんですよ。ですが、よくこの how to と来た時に何々の仕方なんていうふうに訳されることが多い。はい、ですから I know、 私は知ってるんです、何を知ってんの、 How to play tennis、 はい、テニスのまさにプレイの仕方、まさにテニスの仕方を知っていますというふうな、はい、そんな意味で取ってるんだね。はい、ですので、まあ、今日はね、もう I know how to、 まあばかりではあるんですけどもね、この How to プラス動詞の原型、いわゆる不定詞です。疑問詞プラス不定詞、疑問詞プラス to 不定詞、この形ということでございました。だから、はい、私はその窓の開け方を知っています。 I know、 私は知ってますね、何を、その窓の開け方、はい、何々の仕方、 How to の形で持ってきましょう。はい、ですから How to と持ってきまして、開けるだから Open ですね、 How to open、ね、The window、ね、なんていうことですね。はい、さらには私の母は野球の仕方を知っています。まあさっきね、テニスの仕方っていうんで How to play tennis あったので、まあこれと同じような感じですね。まあただ今回は知っているということで No から入れていかなくちゃいけないんだね。はい、ただ、ただ、ただ、はい、No が、はい、三人称単数ですよ。三単元の S つけてあげましょう。はい、そして How to というふうにやはりまたまた続けて Play baseball でつないであげればいいわけですね。さらにはあなたはこの機械の使い方を知ってますか、疑問文です。疑問文になっても同じですね。How to 何々のところ形変わりません。疑問文なので Do you know? はい、Do you know? になってるだけであって、はい、How to 使うですから、Use か。ね、This machine なんていうことでね、これは疑問文、クエスチョンマークがね。はい、ということで How to の形はね、変わらずということでございました。また、私はこの歌をどのように歌うか知りません。知りません。否定文ですね。否定文だって同じ感じで取ればいいわけですね。で、ここはほら、歌い方だっていいんだけれども、まあ、どのようにということで、ここ、まあ、基本通りというわけじゃないけれどもね、どのようになんていう意味が出てますが、これだって、how to を使ってあげればいいんです。はい、ですから、I don't know。はい、そして、how to。はい、歌うか、ね、歌い方ですね。はい、ですから、歌うという意味で、sing。ね、こいつを入れてあげたらいいね、ということでございました。はい、ということで、プログラム 5-1 は、疑問詞プラス to 不定詞の形。ここでは How to というのを使ってどのように何々したらいいか、または何々の仕方、ね、なんていう風な意味になるというものを紹介してきましたということですね。まあ、とりあえずのところでも I know how to、 I know how to ばかりなので、まあ慣れてもらえたんじゃないかなというふうには思います。はい、ではまたです。